それでは、始めさせていただきたいと思います。この度、7月の末に出しました本の名前、乱世の天皇、観音の上覧から応仁の乱までという形で、御花園天皇、御花園天皇って皆さんどの程度ご存知ですかね？というのは、この前、去年の5月頃に、だから今が1年半ほど前ですね、御花園天皇の講演会を立命館大学でやったんですけども、その時に題名が御花園天皇、応仁の乱を招いた近来の聖主という御花園天皇像をボーン出してたんですけども、80人の聴衆中、御花園天皇を知っていらっしゃったのがわずかに2名ということで、非常に知名度が低いということを思い知った次第でありますが、そもそも神田敏孝さんの観音の上覧が出るときにものすごい大はしゃぎしていた歴史好きのうちの弟が御花園天皇については全く知らなかったということで、この辺でも結構存在感の低さというものが際立っています。じゃあ、この御花園天皇、もちろんだから、これ実はこの題名というのも、編集者の方で決定してまして、その時に御花園天皇という名前で出さんとこうと、出しても誰のことか分かんないということで、観音の上覧から応仁の乱通報で訴求しようという形で決まっております。今大手に出てるこの写真は御花園天皇の、京都の、北区にある、大王寺というお寺に所蔵されてます御花園天皇の画像です。ウィキペディアには御縁佑天皇という臆説もあるとありますけども、現在残ってる御縁佑天皇と輪郭は似てますが、顔の作りはだいぶ違うので、おそらく、これは御花園天皇で、間違いないと思います。さらに言うと、御花園天皇は退位までは一応化粧してたらしいんで、この顔を見る限り化粧はしていないので、これは上皇になってからの顔じゃないかなというふうに私は考えています。じゃあ、その御花園天皇、一体全体どういう人だったのかということを見ていきたいと思います。今回、出させていただきました本ですけども、帯の方にも、天皇権威を深めた足利義教、天皇から叱責した足利義政、いうふうに書いてます。要するに、室町時代の天皇ということになります。室町時代の天皇ってほとんど知られてませんが、どういう人がいたのかということで、系図を挙げてあります。これは、ちょっと一部を除くと、ほぼ本に載ってる系図の、原版です。この時代というのはどういう時代かと言いますと、天皇家が2つに分裂しているですね、この内閣寺統と自明院統に分裂している、そういう時代になります。大坂天皇が後継者を定めずに、亡くなったと。後坂天皇というのがそもそも承久の乱のごたごたの中で、鎌倉幕府が即位させた天皇なんで、後坂天皇自身はもう鎌倉幕府にものすごく恩を感じていると。だから、鎌倉幕府に決めていただきたいというふうに丸投げしたんですけども、これ鎌倉幕府からしたらものすごい迷惑だったですね。後坂天皇が亡くなった後に、妻であった、最も信頼していた妻である大宮院に、聞いたところでは、弟宮の方でいいんじゃないですかというんで、順番やったら、ご深くさつけた後、亀山に、行ったんですけども、その次に、この豪歌がもうすでに立体してたために、もう、ひっくり返せいかないと。ところが、それにご不覚さが、非常に切れて、幕府も、ご不覚さは何も悪いことはしないのに、いきなりこういうのが外されない気の毒だったわけで、幕府の言い分で4、伏見天皇をつけたんですけども、その後、ごたごたになってしまって、4、5、と言ったんですが、今度は御伏見天皇の後はまた再びこちらに戻ってきてという感じにこうなっていきます。で、そうなってくると駒が足りなくなってきてしまって、こういう花園とか後醍醐のように、この二人は実は本来の皇太子はこっちやというふうに決まってた、いわゆる一代主取れる人です。ところがこの後醍醐は一代主に飽き足らず、自分が天皇を独占しようとして最終的に鎌倉幕府を潰してしまうと、いう形で南北朝動乱が始まって、それに割り送ったのがこちらの黄金ですね。南朝と北朝ですけども、現在の宮内庁はこの後醍醐の方を正統と定めてますので、一応96代97代98 99、100としてますけども、そう考えますと、御花園天皇は現在の数え方では102代というふうになります。ただ、当時は104代というふうに、一応考えられておりました。で、もう一つ、室町時代の話がややこしくなってくるのは、南北朝時代に
さらに北朝が2つに分裂したんですね。出港と五港郡に。これはまあ南北朝動乱とそれから官能の上乱の問題で2つに分裂してしまった。で、一応室町幕府はこちらを、正統にしてこちらを潰す。要するにこれ鎌倉幕府がこの大覚寺統と持明院統を2つに分裂させて結局潰れてしまったという反省から室町幕府はこちら一本にすると。ところがこの昭光天皇が亡くなった後後継者がいなくなったんで慌ててこの伏見宮家から迎えてきたのが御花園天皇ということになります。だからまあこの御花園天皇の背景になってくるのはこの天皇家が分裂している状況ですね。この御花園以降、天皇家の分裂は基本的には収まっていきます。で、ちなみに最近でも女系天皇、の話を河野、太郎現在は行政改革担当大臣が発言し、また自民党総裁選でも石破茂氏が女系天皇の、可能性について、まあ、男系天皇は大原則であるけども万が一の場合の女系天皇も視野に入れなきゃならないというふうに発言して非常に話題になっています。つまり現在の天皇家側室制度のない現在ではいつ男系天皇のあれが消えるかということが話題になっていて、で、その結果現在の皇室以外で近い、天皇家の血を引く人になってくると実はここの旧皇族なんですね。この伏見宮家の、子孫であるこの旧皇族、例えば現在テレビタレント等で活躍しまた天皇の国司などを出しておられる、武田恒康さんもこの旧皇族の、人々につながっていきます。武田氏は明治天皇の玄孫という売り込みですけども、あれは女系ですよね。男系で言ったらこの定常親王の子孫にはなってきて、共通の先祖が要するに旧皇族とそれから現皇室の最後の男系の分岐点はこの定房親王になるわけです。定房親王の、長男の御花園と、それから次男の定常親王、この両者がここのところが現在の、現皇室とそれが旧皇族の、分岐点になります。で、したがって問題としては結局この、600年近い以前に分家した、まあ、この血統が有効かどうかというところで議論ですね。要するに、まあ、女系、容認サイドからすると、もう600年以上前に別れたもので、ほぼ他人じゃんと、いう意見になってくるわけです。だから、そちらを、その人らを、しかも、明治時代以降、皇族からこう離れていっている人らを、天皇として迎える、そういうのはありかなしかという話ですね。一方女系天皇反対、男系天皇ではその600年前であろうと要するに男系でつながっていることが全て大事であると。まあ、したがって、この前の総裁選で言いますと、石破茂氏とそれから岸田文雄氏あるいは、菅義偉氏の、分岐点というのはそこです。600年以上前の分家を天皇に迎える覚悟があるのかないかと、まあ、それたら女系の方がいいのか、それでも男系にこだわるべきかという、そういう話になってきます。まあ、そういう意味でも注目されるべき天皇の話ではあるわけですね。日野家と、天皇家、将軍家の関係です。我々は室町幕府の、外戚といえば、日野家というふうに、言いがちですが、実は浦松家なんですね。こう見ても分かりますように室町将軍家の外戚になってきたのはこの浦松家の方であって、日野家というのはむしろ天皇家の外戚になっていることが、目につきます。ここに子供が生まれなかったんですけども、まあ、この日野家だからまあ日野浦松この、日野時光の子孫というのはそういう意味では、自民院党とそれから将軍家に深く、絡みついた、人間であると。それから室町将軍家の大雑把なあれになります。まあ、鎌倉公方と室町将軍家の関係ですね。御花園天皇の生涯についてざっくりまず見ていきますと、彼は第102代天皇ということになります。これはもちろん神武天皇を、主代として考えた場合です。第何代天皇というのは実は時代によってものすごく変わっておりまして、現在の、御花園天皇第102代で、金城天皇126代というふうに数える数え方は大正の末年、大正25年に、決められた、15年だったかな、大正年間に決められた数え方です。これは要するに神宮皇后を、歴代から外す。神宮皇后は、神武天皇家ではないし、まあ、逆に言うたら大正時代まで天皇家の出身でもない、
人が第15代天皇として、数えられたのはある意味不思議ではあります。それから、御花園天皇に関しては実はこの本も1年、事情があって遅れちゃったんですけども、昨年が、生誕600年にあたります。1419年、先ほど言いましたように皇室と旧皇族の分岐点として注目を受ける存在でもあると。時代で言いますと室町幕府の6代将軍足利義教から8代将軍足利義政時代と、まあ天皇、当時の天皇というのは割合在年数が短いんですけども、この御花園天皇は歴代、現在でも、歴代5位の在年数になってます。神武天皇とか高原天皇とかいわゆる結氏8代を、除くと歴代では5位です。ちなみに歴代のベスト5を挙げますと、1位は、在64年の、昭和天皇、2位が、同じく在45年の明治天皇、3位が江戸時代の光覚天皇で、4位が御花園の、息子の、御土御門天皇、5位が、御花園天皇となります。これが天皇在ベスト5になります。御花園天皇は、34年かなの間で、御土御門は、もうちょっと、だけ長いです。1年長いかな。光覚は38年45年64年と、いうことで、だから結構長い時代になりますね。足利義教がなった時から島佐の中期頃まで、この時代というのは、足利義教の専制政治の時代であると。柿須の乱で終わると。その後の幕府の混迷と、再建、それから当時でも最悪クラスと言われた干渉大飢饉への対応、実際にまあどうも飢饉の歴史を見てみますと、まあ、一番多分、たくさん死者が出たのは寛喜の大飢饉ではないかと言われてますけども、干渉大飢饉も、京都において、8万人の死者が出たという大きな、あれです。要は飢饉の大体倍の数が数えられています。それから、御花園天皇の人生の最後、応仁の乱。応仁の乱の最中に亡くなりますんで、応仁の乱へ の道筋を、まあ、歩いた人物でもあると。御花園天皇自身が注目を受けているのは、この知罰の臨時、あるいは自罰の臨時。これ、両方とも言い方あるんですけども、辞書に、言葉に従って私は、自罰の臨時というふうに、まあ、読み方を振っておきましたけども、この御花園天皇の臨時に注目した、今谷明先生は、知罰の臨時というふうに呼んであります。するにこの知罰の臨時というのは何かと言いますと、誰それを討てという天皇の命令です。で、これは室町時代は基本的に南北朝の内乱が収まると知罰の臨時というのはほとんど発給されなくなるんですね。それが御花園の時に復活すると。で、それを1990年代初っ端に足利義満の王権三奪行為を論じた今谷明先生は、この御花園天皇による知罰の臨時の発給を天皇権威の復活であるというふうに、まあ、評価されました。要するに幕府が、衰えていくと天皇の権力が復活していくと。ただ当時の、懲罰関係のあり方などを見てみると、これを天皇権力の復活、要するに天皇と朝廷と対立的に捉えていいのかなと。天皇とそれから朝廷というのは対立、あるいは競合関係ではなく協力関係、お互いに相補う関係。さらに言うと、室町幕府というのは朝廷と幕府が、まあ、一体化した、政権であると。そういう政権において基本的に、御花園天皇が若い頃、御花園天皇新政というのは事実上足利義教が、天皇大権を朝廷のいろんなことを、リードしていたというふうに言われているわけです。その、義教が、突然死んでしまったと。後部統一、後部の両方のトップであった義教が、突然死んだ結果、御花園天皇が後部の、トップに、立ったというふうに考えられる。まあ、最近ではそういうふうに、むしろ考えていこうかなという見方の方が主流です。自罰の臨時の発給というものを、まあ、どう捉えるのかということに関してですけども、室町の王権においてはこの天皇権力の復活、つまり幕府権力と、朝廷と、天皇権力が拮抗している中で、幕府の権力が柿津の乱で
一気に、ダメになった時に相対的に天皇の権力が上がってきたというふうに捉えられてきたわけですが、まあ、近年ではそもそも朝廷と幕府はそういう、競合対立関係になるのでなく、そもそも武半尊天皇の頃には義教が、朝幕の頂点に立ったわけであって、その結果義教が死んだ場合に、今度は後部の、トップに立てるものは武半尊しかいなかったと。だからまあ武半尊はこの頃は、室町幕府のトップでもあったというふうに、言われているわけです。まあそういう、見方が最近では多いかなというふうに言われています。将軍の方が弱体化しちゃったら義教みたいに殺されて、じゃあこれ誰がやるんですかになった時に、じゃあ天皇の方にやってもらいましょうかと、ということですね。ということです。はい、私も初め聞いたことはなかなか理解できませんでした。室町幕府の仕組みというのが、将軍と天皇のうちの強い方がリーダーになる。そうですね。そうです、はい、でその、実際に天皇の方が強かったのは多分1回だけで、足利義勝、義政の初期で、御花園は割合、義政が左大将に、右大将に、任官した段階で、そういう政務を、幕府に返還してるというふうに見られてます。で、逆に、義教が死ぬまでは、朝廷のいろんな、天皇が本来やるべき、天皇あるいは、院がやるべきことを義教がどうもやってたと。天皇への指示とかそういうことを、義教がやってたというふうに言われてます。補足すると、要するに義教が突然殺されちゃったので、将軍が子供になったので、子供ではできないので、天皇の方が出してきて、話をまとめるようになったと。で、その将軍の義元が育ってきたら、将軍が私がやるということで、また将軍の方に権力が返っていくと、そういうことです。武半尊天皇の、即位ですけども、さっきの話をもう少し詳しくやっていきますと、官能の上乱によって、寿命院とが分裂するっていうのはどういうことかと言いますと、皇后は実はこう考えてもいいですね。皇后の、皇位継承の、戦略っていうのは、ちょっとこっちに戻りますと、皇后自身はどうも自分の後、弟が一旦継いで、主公が、天皇になった後はこの直仁親王に継がせると、いうこうですね。だから彼が皇太子になってます。で、皇后の置き文というのが実は発見されていて、主公天皇宛てなんですけども、そこでは主公天皇の子孫は、天皇を継ぐことはありえないと、なぜなら、直仁親王は実は私の実子であり、彼とその子孫が天皇を継ぐんだと。だから、皇后によるとこの直仁親王っていうのは花園の王子となってるけども、実は自分の子供であると。で、これに関しては花園天皇を、実は自分の実子なんだけども、花園天皇の子供ということで、花園天皇が、いわゆる、子孫に天皇をつないでいく正統の天皇になると。実は天皇には当時の意識では正統の天皇と正統でない天皇というのがあって、で正統の天皇というのは他の天皇とは格が違うんですよね。寿命院統で言うならば、このずっと連なってるこの正統の天皇というのはみんな深草来たように、葬られていて、この花園とか光明というのは深草来た御御捧げには、葬られずに、花園は、呪楽院の御捧げ、光明天皇は、大光明、寺の御捧げに、それぞれ葬られる形になっていて、これが、正統天皇であると。神皇正統期の正統ですね。この正統の天皇に花園を捨てあげよう したいという、そういう意識がどうも、あったんじゃないかというのは通説です。それに関して実はこの直仁親王が足利尊氏の縁通期やったということで、実はこの頃足利尊氏の寿命に対する熱って案外薄いんですよね。尊氏はご存知の通り、実は個人的に好きなのは後醍醐天皇であったと。だから下手すりゃ尊氏っていうのは南朝との和睦が整い次第、あっさり南朝に乗り換える可能性もあるということで、皇后としてはそういうところにものすごい不安があったと。
実際に、高氏足利高氏と忠義の観音の序乱の時に結局高氏はあっさり南朝に、願いた南朝に願いた時に高厳らを見せたんですね。その結果この高厳、光明、須光、直人、この3人の上皇と、皇太子は連れ去られて南北朝の、まあ、和睦も、崩壊すると。で室町幕府は、大変困っちゃったわけで出家して僧になる予定だったこの人を天皇に急遽据えたと。ただ北朝サイドからすれば後光厳天皇なんて別に無理にやらんでもええんちゃうのというくなるわけですね。南朝との交渉でなんとかこの人は帰ってくるの待った方がええんちゃうのと。この光厳とはこの光厳がいない時に勝手にやっちゃうのまずいんじゃないということになっちゃったわけですね。だから幕府はより、後光厳をとその子孫を優遇すると、一方須光をとその子孫を抑え込むということになります。最終的に、義満死後にこの、中人親王は皇位継承の可能性のない、世襲宮家としてまあ残るという形になります。ところがこの昭光天皇まで来たところで問題が起こりまして、昭光天皇は体が良くなかったんですね。健康状態は非常に悪くなってくると。そういう中で五光松あるいは室町幕府の足利義持らは万が一の場合はこちらの伏見の宮家の方に、天皇家を回すざるを得ないかなと。というのは、伏見の宮家は1119年に王子を、設けたわけであって、この王子、昭光にもしものことがあればこの王子にしなきゃならないだろうなと。まあこれがまた、昭光と後光の関係を悪化させたわけです。で、この人が死ぬ前はもちろん昭光の後はこの人、でもこの人死んじゃったんですね。だからこの人が死んじゃった後はこちらの方の、この人に、注目が集まっているわけです。実際昭光天皇が29歳で亡くなった時にちょうど将軍ついたばかりの、足利義教がこの御花園を擁立してなんとか抑え込むと。これは義教にしてみりゃ御南朝による皇位継承の運動などもあるので、非常にややこしい問題なんですけども、義教は後光松と連携しながらうまく、この御花園を天皇のに告げることに成功すると。本筋にあまり関係ないです。ちょっとだけ面白いのはこの護衛についた人物が、これは皮肉ですよね。この二人が護衛についたみたいです。要するにこの二人は足利義教が最も信頼する二人の、人間であったと。慣例と知識やったんですけども、義教にとっては、一番、信用できる人間はこの二人だったというのはその後の歴史を見る限りではものすごく皮肉に感じられます。これはもちろん御南朝による奪取を、警戒してのことであって、事実、御花園天皇が即位した直後に御南朝による軍事行動が起こされています。実際に、北畠光政の乱というのが起こっています。南朝サイドとしては両党鉄立じゃないのかと。南北朝合体するときに両党鉄立約束あったよねと。だから後光松の次は本当は昭光天皇じゃなくて、南朝じゃないのと。ところがそれを破ったよねと。今度だから昭光天皇死んで、しかも王子おれへん言うてんねんから伏見の宮家から持ってくるんじゃなくて普通南朝からだよねというのが向こうの言い分です。ただ足利義教と後光松は伏見の宮で押し通すと。これはむしろ足利義教の意向が強くされてるのかなという気は私はしてますけども、御花園、後光松が、こだわったのは御花園は後光松の有志であると。後光厳院皇統を継承するんだと。実はここがこだわりたんですね。要するに有志として後光厳皇統を継承するというのが一応こだわりであって、でこれは実は当時の、天皇家の系図にはちゃんと現在の我々の系図は宮内庁の系図はこうなってますけども、御花園は貞房の子孫であって須光の子孫と。これ実は室町時代の天皇家の系図があるんですけども、そこにはこう書いてあるんですね。後光松と書いてあって昭光御花園と。御花園のとこに実は貞房親王のとそれから不正門院の間に生まれたというふうに実はというのが書いてあって、
ここのところに、注釈として用意していると理解してあるんですね。だから当時の、これ天皇家の経済、極松が作らせたもんであって、極松の死後、ご飯図の側近であった甘露寺近長による追筆が行われてるんで、おそらくご飯図のイメージとしては、自分は極松の有志であると、いうことを強く意識したものというふうに考えられています。そこで問題になるのは、こういう事件があるわけです。極松の両案をどうするのか。両案というのは、これは、服務ですね。天皇の服務のことを両案と言います。ご花園は極松の実子ではないので、両案に服すべきか服すべきではないのかと。要するに、これは、ジップ・スダフサ親王の扱いにも関わってきます。で、足利義教は、ご花園はスダフサの子供である。つまり、スコー皇統に属するんだから、極松が死のうが服務する必要はないと。一方、三方院満載、あるいは武家天子であった、までの小路時房など、朝廷の中では、むしろこの五小松派が、優勢であって、ご花園は五小松の、有志に当たるんだから、両案を、に服さなければならないと。で、さらに満載は、義教に、面白いこと言ってまして、この五皇言とその子孫つうのは、幕府の都合で、かなり無理言うてやってもらったんだから、我々は、幕府は、この五皇言の子孫に対しては、もうとにかく最大限尽くさなければならないんですよ、というふうに言ってるんですけども、義教はそんなことは知らんと。朝廷の中でも、義教と親しい二条持元は、むしろ、逆に極松の有志弟子がないんだから両案にすべきではないと。一方、義教との関係が今強くなかったらしい、一条金らはご花園は極松の養子なんだから両案にすべきだと。で、最後実は義教はかなり粘った結果、くじ引きに持ち込まれて、で、くじ引いたところ義教は負けちゃったということになります。さらに、五小松の遺状が残されてまして、まあ、これはまあ、通るんですけども、実際には小松院と強いとも、実際には小松院というのはもうすでにおりまして、小松院というのは、高校天皇の、別号です。だからまあ、五小松は高校天皇にあやかった、追号にしたいと。いうことで、俺を小松院にしてくれるんだけども、小松院はもうすでにもう使ってるからな、つんで、五小松というふうに号をつけてるんです。で、あと五小松の言い分は、スダフサ親王に太政天皇を認めない。つまり、太政天皇というのは天皇の父親なんだから、スダフサに太政天皇を立て祭るとなると、これは五皇言皇統にとっては大きな危機になると。だから、スダフサに太政天皇を渡してはいけないと。もう一つは、仙洞御所、自分の仙洞御所は、スダフサに引き渡してはいけないと。こんなことをわざわざ書いてるのは、おそらくほったらかしといたら、多分足利義教は、五小松に対する嫌がらせに、仙洞御所を引き渡しかねないなというのが、いう危機感あったんでしょうね。五小松と義教って仲悪かったんですよね、これ。大変仲悪かったと言われてます。義教は、風邪ひいたりと称して、五小松の葬式にも出ませんでした。それぐらい、関係性はよろしくなかったと。で、関係性が良くない理由としては、義教が即位するときに、五小松が散々プラ嫌がらせをしたことが原因の一つじゃないかなと思ってます。多分、五小松としては軽い嫌がらせだったんでしょうけども、足利義教っていうのはそういうのを非常に根に持つタイプだったみたいで、そういうところかなと言われてます。で、これがまあ結局、ややこしくなっていくんですね。次に、御花園天皇が大きくかかってくるのは、この永久の乱です。当時の鎌倉公方というのは、足利元氏の子孫です。義明の弟の元氏なんで、まあ、血統的には、この室町将軍家と比べてもそんなに変わらないと。さらに、この足利氏光以来、自分が室町殿にとって変わってやるぞという意識を持ってですね、攻略の政変の時に、初めて出てきます。細川頼之が対する不満が高まったときに、反細川派であった芝義行が、もし頼之を、クビにしてもらえないんだったら、我々は氏光様を立てますというふうに義光に迫って、頼之の首を取ったと。頼之を追放したと。
で、この三つ金は、大江の乱で、大内、義弘と組んで、自らが、将軍になろうとしたと。そういう前歴があります。氏光、三つ金と二代にわたって、室町幕府に対する公然たる反旗を翻した、この鎌倉公方ですけども、この足利持ち氏は、逆に、この三つ鷹とか、持ち中によって、殺されかけたことがあって、義持に助けてもらったこともあって、低姿勢かなと思われたんですけども、まあ、それをきっかけに、持ち氏と義持は養子関係になったんですね。持ち氏は義持の養子になったと、養子になったというわけですけども、義則がくじ引きで就位したときに、持ち氏としては、なんで俺、将軍になれへんやろと。義持が、晩年になって、この義和が死んだ後、持氏は一生懸命ごますってみたいですね。義持に対して。一時は戦争まで仕掛かったのに、義和が死ぬともう途端に持氏は手のひら返して、義持に一生懸命ごまをすると。これはどうも、自分が、義持の後側に入ろうと思ったらしいんですわ。ところが、くじ引きで、義則になったと。それ以来、持氏は、義則のことを軽んじて反発を続けるということで、ついに、影響の乱が起こります。きっかけは、持氏を諌めていた関東管領の上杉憲実を持氏は殺すと言い出して、で、憲実が、逃げ出して義則に救命を求めたことから起こるんですけども、この影響の乱の時に、自罰臨時と禁忌が下されています。で、これについては、1990年度に今谷明先生が、幕府の権威を天皇で補うと。つまり、義則にとって、この持ち氏っていうのは血統がいいから、義則の、血統で圧倒的な権威の差はないと。だから、自分の足りない権威を天皇で補ったんじゃないかというふうに、言ってあります。ただ、京都では、はっきり出さずに、関東に行ってから出してるとか、いくつか話があって、田村渉さんという方は、逆じゃないかと。当時、御花園っていうのは、すに巣公流か、それとも御黄金流か、はっきりと、自分の血統すらちゃんと出せないという、だから御花園の権威が非常に曖昧で揺れていたと。そういう時に、足利義教は御花園の権威を向上させるために、この影響の乱で臨時を出したんじゃないかというふうな説を出してあります。で、私もそれは正しいと思います。要するには、義則にしてみりゃ、持ち氏ぐらいだったら自分でも潰せるんだけども、これをきっかけに御花園の権威を向上させようというふうに考えると。そういうふうに考えると確かに義則の政策の中にいくつか、御花園の、無理やりっていうか、そういうところにガンガンと引っ張り出してくる、政策は結構あって、要するに義則は全力で御花園の権威を向上させるために、いろんな、仕掛けを、用意していたように思われます。直線和歌集にしてもそうだし、それから羽賀寺という和歌山の国の小浜にあるお寺の、修理のに関しても、御花園の命令で出させるというのも、要するに御花園をとにかく表に押し出していくというふうに考えることができるんじゃないかと。この臨時の会あってか、足利持ち氏はあっさり滅亡します。持ち氏の場合、義則に対して反発するあまり、元号をしばらく影響に変えなかったという、まあ、4年後に変えてるんですけども、しばらく天皇の定めた元号を使わなかったというのも、まあ、朝敵としてのちょうどいい材料にはなったみたいです。赤狐の乱。まあ、これも有名な事件で、赤松光助が義則を暗殺した事件です。足利義勝が、擁立されたわけですけども、当時8歳です。仕方がないから、8歳では実際に、トップ頂点にも立てないし、義勝は当時まだ、元服もしてないし、官職にもついていない、そういう人物ですから、大変困るわけであって、そうなったときは、室町幕府はこの管領が将軍の代行をやるんですね。管領が。ところが、この可決の乱の時に、この細川持幸は、赤松光助ともともと仲良かったこともあって、いわゆる黒幕じゃないのという疑惑が出てきたわけですね。実は当時の守護大名でも、
お前黒幕ちゃうのと。さらに、三つ助は持ち行きを襲わなかったっつうのもあって、余計に黒幕ちゃうのと。まあ、山名も、中野山名も別に逃げ帰ってるから別にあれなんですけどね。抵抗しなかったからですけども、抵抗したら、細川持春みたいに、片腕切り落とされたりしてますから、あるいは大木町三条三根又みたいに、刀で切りつけられて重傷って思ったりしますから、一概には言えないんですけども、大内持雄に至っては、全身、滅多切りにされて、1ヶ月後に死ぬと。山名広隆は即死するというふうには、歯向かったやつは殺されてますから、まあ、持雄と持豊は、逃げたと。まあ、それもあって、持ち行き逃げたやんとか、お前赤松仲良かったからぐるちゃうんかとか、まあいろいろ言われて、結局持ち行きは困っちゃって、朝廷に対して赤松光助自罰臨時を出してくださいというふうに言いに来たわけですね。で、これを受けて、朝廷の中では、赤松光助って足利義教の家来なんだから、これ足利内部の問題であって、別に赤松光助は朝廷に背いたわけではないよなという意見が実はあったんですよ、これ。西園寺金名なんかは、はっきり出すべきではないと。で、まだの工事時房も、持ち行きから相談を受けたまだの工事時房も、光助は別に朝廷ではないよねとか言い出して、この臨時には消極的やったんですけども、中山津田地下とか、三家の中山育ちか、あるいは中納言の大木町三条実政が強硬に、言い出したおかげで、朝廷の中でも光助、千葉臨時を出そうという動きになってくると。この時に一番外り切ってたのはどうも御花津の天皇で、最初の原案、これはまずの小池房が、せっつかれて出した原案ですけども、その原案を全部書き換えちゃうと。で、結局自分が全部作文しちゃったと。いうほど、ご花園は非常に積極性が目立ちます。まあ、ものすごい張り切ってると。その張り切りぶりについては、当時の朝廷でも内大臣であった西園寺金名なんかは、天皇自ら起草するなんてありえないと。非常識だというふうに怒ってますけども、ご花園の積極性が目立つと。ご花園にしてみれば、自分が世話になった義教に対する、まあ、あれですから、反乱行為ですから、まあ、お礼の手で潰すというのがあったと思います。それ以降、実は、御花園の夜臨時は頻発されます。要するに、幕府で揉めると、御花園の臨時を出すと。例えば、御花園臨時が出た例としては、例えば、大和の国の騒乱、大和の国の黒人衆たちの内部争い。これも、御花園から千葉臨時が出ると。今の千葉府はこちらを、見方らしいというふうに言った。それに抵抗するとしては、御花園天皇が臨時を出すと。それから守護大名の内輪揉め、あるいは、なかなか揉めた、関東関連の人事。こういう時に必ず御花園が出てきて、臨時を出すと。まあ、臨時の頻発。で、これに関して、岩谷明先生は、幕府の中に臨時依存症、つまり臨時を出せば一発で決まると。幕府がいろいろ調停してもうまく決まらないのが臨時を出したらもう一発で決まると。だからどん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 臨時を出すようになってしまったというふうに言ってあって、岩谷明説では天皇権威がどん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 上昇していると。ただ、一方でこの臨時の発給に関して天皇の意思通過、天皇がじゃあその臨時を出せないという選択肢あったのかという議論もあるわけです。だからむしろこれ幕府から言われるままに出してるだけであって、別に御花園が自ら積極的に天皇の権を上昇させるわけじゃなくて、まあ、いいように利用されてるだけじゃないのという話もあります。ただ一つ言えるのは、御花園天皇の臨時の中に面白いものがあって、義政が右大将になった後の臨時に、幕府の仰せに従ってという文言が入るようになってきて、まあ、幕府の都合を出しているのは事実なんですが、一方で幕府に対してお墨付きを出している。まあ、まだ、足利義方や足利義政の政治決定に対して、御花園が、いわば貢献しているという側面。要するに、若い御花園を貢献したのは義教です。一方、義勝、あるいは義政を貢献したのは御花園であるというふうに、そういうふうなことは言えるんじゃないかなというふうに私は考えております。
実はこんな系あるんですね。自罰の臨時。これは自罰の臨時の現物が、あります。これは、割合、林業を被るに曰く、樹三味、源の阿蘇も中寺、累年、長剣を粗骨にし、近日、どうたらこうたらというふうに書いてあるんですけども、これは、地罰臨時の現物なんですけども、これ、持ち氏用、の地罰臨時です。地罰臨時、一覧表がずらーっとありますけども、こんだけあります。影響の乱。これが最初ですね。次に、大和の国、影響騒動の橋押し。それから、柿津の乱。ちなみに、この乱のこちらは、乱で、これは臨時の、地罰臨時の対象。これが頼んだ人です。だから、どういう人が、誰を打てとに頼んでるのかっていうのが分かるようにしましたけども、大和の国の筒井氏の内紛、官僚畠山持国が、筒井光泉という黒人を打てと命令していると。金欠の辺では、延暦に対して出されています。上杉憲忠の関東官僚の任命、こういうところにも出てくると。それから、加賀領流騒動っていうのは、これ、富樫氏の内紛です。これにも、ご飯の臨時が出ていると。畠山家の内紛にも、ご飯の臨時が出ていると。それから、応仁の乱で、こんだけあって、まあ、現在確認できている地罰臨時はこんだけあるわけですけども、割合頻繁に出されているということと、それから、今までならこんな人物に出さんだろうと。例えば、この橋尾とか、筒井とか、誰よ、それみたいな感じ。あるいは、こういう守護大名の内紛に天皇の臨時をもらうつうのは多分ご飯のだけなんですね。大名のお家騒動に臨時を出して何とかしていると。この後、義政が成人していくんで、まさにこの辺に関しては、義勝義政の室町幕府の権力代行、室町殿代行としての地罰臨時と言えるのかなと。本来、ここに書かれているこの部分、こういったことに関しては、本来出すべきなのは、まあ、この金欠の辺はしゃあないですけども、あとのこの、これとか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 これっていうのは、基本的に、本来、将軍が出すべきもんだよね、と。将軍がご内証を出して命令すべきもんだよね、というような話になってきますね。時間も短じゃなくて、一旦ちょっと質問等を受け付けたいと思います。ずっと前の方ですけどね。直人親王、花園の子供の、はい、これ、はい、黄金が実はあれば私の子供やと、実子やと、うん、これおじさんの嫁に手を出して子供を産ましたということですよね。そうです。でもしこれね、直人が天皇になれなかったんですけど、なったとしますよね。はい、予定通り、はい、そうすると小党というのは花園になるんですか？花園になりますね。一応、この、直人が黄金の息子であるというのはトップシークレットですから。直人から直人の子供の方に行為が続いていけば、花園からずっと下に小党が伸びていくという形になったわけですか？そうですね。うん。だから、本来、この中人親王も皇位継承資格がなかったんですね。かなり思い切ったやり方ですね。うん、自分の実子の数個を置いといて、実子とはいえ一応おじさんの子供になっている直人に行くというのは、そうそう、しかもこれは誰も知らないというそういう話と一緒にくっついてますから、思い切ってますよね、相当。こんなん通ったんですか、朝廷の中で。まあ、皇太子になってるから通ったんですかね。皇太子になってから通ってるんでしょうね。普通に皇太子になってますんで。もう一つ、ご花園が五小松の喪に服すということは、父親は五小松と認めるということになるんですね。そうですね。その後、報じてありますね。一周忌や三回忌や。はい。それも五小松の方をやるんですか。五小松やってます。じゃあ、サダフさんの方はしない。サダフさんの方は、この、こちらの方、サダフさんの後を継いだのは、この、サダツネ親王が、後をやってます。その、伏見の宮家の、サダフさ親王の法事は、サダツネ親王が行って、そう、基本的には、この、スコも含めて、この法事は、この伏見の宮家が行ってます。ご縁由や、ご小松の、うん。そこの法事は五花園が行うんですか。
そうです。33回忌まで行いますから、あの33、あの五穀松の33回忌とか、五つ島かどうか行ってます。法事で見れば、五花園は完全に五穀松の方の 家になるんですね、これは。そうです。これは最近法事のことを研究した久水利和さんという人が明らかにされてます。あのまあ、最近あの本では例えばこういうあの中世天皇総霊史という本がありますが、ここで明らかにしてます。まあ、もちろん、論文、ちゃんと、重厚な論文集があるんですけども。